どうも、王人です。リアルの方がゴタゴタしてゴッタゴッタしてたので動画が滞っておりましたが、少し落ち着いてきました。まあ、それはさておき。今回はこちら、ハーフアニバーサリー記念ミッションの第3弾でもらえる SSR ガチャチケッツ。これのね、交換の儀を取り行いたいと思います。さて、ラインナップの方は、どこまでが対象だろう？あ、水着か。なるほど。水着ガチャまでに、実装されてたサポーカーが、対象と。はいはいはい。さあ皆さん何と交換されたんですかね。まあ私も、交換する子は決まってるんですが、どうこだどうこだ。ん？エアシャカール。いや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 何迷ってんだお前は。そういう動画じゃねえだろ今回は。どこだ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 。あいた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 。はい。今回交換する子はこの子、北さんブラックです。今持ってるのが3凸目で、これで4凸目、貫凸になるわけですね。ガチャゲンのサポカで初の貫凸になりますね。いやーね、リセマラで北さん当たってなかったら多分ここまで馬娘続いてなかったかもしれないっていうぐらいにはめちゃくちゃお世話になってる子です。毎日インシガチャ見てもらってた方ならわかると思うんですけども、ほぼほぼすべて、いや、もうすべてか、ほぼじゃなくてすべてかな、の馬娘のサポカに必ずいたと思う、この子。はい。ということで、感謝とこれからもよろしくという意味も込めまして、北さんブラック交換させていただきます。はい。ということで、このまま貫凸の儀まで行きましょう。いやー、感慨深いですね。私にもとうとうこの日が来ようとは。ということで、北さんブラック、今までありがとう。そしてこれからもよろしく。育成で実装されたら全力でお迎えに行くからな。天井も辞さねえぞ。ということで、上限解放、ドン！お手伝いどーんと来い！あー。素晴らしい。最高だ。スクリーンショット撮っとこう。よいしょ。OK。 じゃあそのままどうだろう、レベル強化いけるかな。あ、いけたー。これで何が変わるんだ。初期ゲージが、はいはい、得意率アップが80まで上がるのか。うーわ、強いよ。3凸と4凸でだいぶ変わるねこれ。ということでレベルマックス、はい。何でも助けするよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。皆さんもね、ご希望の馬娘貫凸できた子もいましたかね。交換おめでとうございます。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。